どうも、サダンキングダムのサダキンです。ミカエルです。先日ね、バンテリンドーム名古屋、そうですね、19、20日と2日間ね、19日は参戦しましたけども、20日は取材だけという形で、岡田圭介ファンの皆さんにね、お会いしに行ってきたんですけども、はい、すごかったなと。そうですね、ライブの感想を ね、ちょっとお話して、はい、伝えですね、したいと思うんですけども、はい、ネタバレなしの感想ですよね。どんなことがあったとか、そういう感想をね、共感していただけるようなお話だと思うので、最後までね、楽しんでいただければと思います。その前にね、チャンネル登録、いいね、とベルマークの方もよろしくお願いいたします。それでは早速始めていきます。チャンネル登録よろしくお願いします。早速ね、始めていきたいと思うんですけども、はい、すごかったね。すごかったですね。まあ、何がすごかったかって言って、セットリストもすごかったと思いますし、うん、曲のアレンジとかね、そうですね、なんかそういうようなのも、はい、まあ、なんか泣けたね、うん、泣けましたね。まあ、涙がやっぱり流れたんですけれども、うん、私はその理由は、まあ、まず桑田さんに会えたという感動と、はいはい、やっぱり皆さんそうだと思うんですけど、日々まあ暮らしてたらね、いろんな悩みを背負って生きてはると思うんですけど、確かにそうですよね、悩み大きいね、はい、お年頃からですね。そうですよね、やっぱそういうのがあって、でやっぱ桑田さんがこう歌ってる歌詞ですよね、まあ、耳に入ってくるじゃないですか。耳に入ります、はい、そうしたらね、やっぱりなんて言うんですか、こうジーンとくるんですよね。いや、やっぱり頑張ろうとかって思えて、勇気もらえて、そしたらじわじわじわっとやっぱり来たりしたんですよね。じわじわじわと、はい、来ましたね。やっぱりなんとかの目にも涙か。それ鬼やろ。失礼な。いや、でもやっぱり来ましたね、はい、桑田さんに会えた感動もありました。絶対あったんですよ、うんうん、もちろんそうなんですよ。それもありますし、はい、やっぱり桑田さんのあの歌詞、ね、曲もいいですし、やっぱり、まあ、どの曲とは言わないですけどね、はい、まあ、勇気もらえますね。やっぱり頑張ろうと思いますからね。頑張りますね、うん。まあ、そんな桑田圭介さん、うん、2日間で名古屋でね、10万人ですよ。すごいな。すごいですね。66歳で、うん、そこの、うん、まあ、例えばバンテリンドームだったら、バンテリンドームの 2days のみのライブじゃなくて、はい、ツアーですからね。そうですよね。5大ドームツアーで66歳で各会場、まあ、もちろん満杯にするわけですけど、うん、改めてすごいなと。そうですよね。入ってらっしゃる皆さんの人数見たら、もうさすがすごいなと思いますね、桑田さんって。さすがすごいなと。もう桑田さん、確かにやっぱりめっじゃあすごいと思って思いましたね。そうですね、めちゃめちゃすごい。ドームって言ったらね、うん、まあ、めちゃめちゃ広いので、うん、もう野球ね、観戦するにはもうすごい広さが必要だから広いんですけど、もう本当に遠い席の方とかってもう豆粒にしか見えないぐらいのね、まあ、広さですのでね、まあ、5万人、5万人、2日でおよそ10万人、ね、動員できるクラスの凄さだなと思うんですけど、はい、その上でね、それがね、なんかこういうことかと思ったのがあって、うん、はい、僕たちがね、ちょっと座ってたね、うん、スタンドの席なんですけど、うん、そこをね、通路側だって、うん、そこを横をね、杖をついたおばあちゃん、おばあちゃん、あれ何年、80歳過ぎてますよね。80歳過ぎてる、多分ね、こっちのね、お母さん、うん、の感覚で言うと90過ぎてるじゃないですか、はい、だからその感覚で見たら、まあ、そこまでは行ってないかもしれないけど、80から90ぐらいの人ですわ、うんうんうん、どこから変化、その辺ぐらいの方ですわ、まあ、足が悪いんでしょう、杖ついて階段を降りるんですけど、なんとそれをね、うん、お孫さんが手を引いて、ゆっくりゆっくり連れ添って階段を降りていく姿にもう感動するんですけど、そうですよね、それも感動するんですけど、うん、すごくない、うん、そう、そういうなんかやっぱ80歳超えてるおばあちゃまがね、あの桑田さんのライブに来て来てるっていうのがね、うん、それ感動でしたね、やっぱり2人で話してさすが桑田圭介みたいな、ここまでの人をこう、なんていうんですか、つなげていく、うん、こういうイベントライブにね、うん、集わせる桑田圭介っていうのはやっぱり本当にすごい人物なんだなと思って、ね、もう感心してたんですけどね。だからそういうおばあちゃまも行きたいって思わせる、思わせる魅力があるっていうか、やっぱりすごいです。 そのおばあちゃまも本当にすごいなと思います、ね、そのおばあちゃまもすごいね。そうですよ ね、もう足痛いし、うん、席はねどこになるかわからないけど、もうとにかく桑田圭介に会いたいってね、うん、思って来られてるっていうのが、なんかこう微笑ましいプラス、うん、桑田圭介さんのすごさっていうのをね、まざまざと感じた、うん、出来事だったかなと思いますね。でも私もあるんですけど、はいはい、私たちがね、座ってるスタンドの何列か前に、あの、お若いご家族、息子さんと来てはって、はい、息子さんきっとね、高校生ぐらいだと思うんですよ。まだお若いですよね、はいはいはい、で、親子で来てはったと思うんですけど、はいはい、その息子さんがもうめちゃくちゃ好きなんでしょうね。もうめっ
ちゃ乗ってて、いやー素敵やなーと思って。若いファンがいるっていうのはやっぱり僕らからすると非常に嬉しいし、まあ桑田佳祐さんももちろん僕たちだけじゃなくてね、まだ若いファンも来てくれてるっていうのは嬉しさは多分あるとは思うんですけど、そうですね、桑田さんのステージを見てたら自然にその息子さんとか目に入るじゃないですか、やっぱりこうやってたら、ね、ついついね、そうです、目の前になっちゃうんで、ね、はい、いやめっちゃ気持ちよく乗ってるからいやなんか嬉しいんですよね、やっぱりその素敵な光景でしたね。あ、確かに本当に素敵な光景だったなと僕もやっぱ思いますね、はい、やっぱりそうやってこう、うん、自分たちのその席のその周辺、うん、周り見るだけでもいろんな方がいらっしゃって、はい、小枝さんとかね、うん、うちのお客さんは年齢層高いからみたいなことを言われるんですけど、うん、はい、前のね高校生の男の子さんもいらっしゃいます、うん、僕の隣にいたカップルの人たちは30代ぐらいじゃないのかなと思うんですけどね、そんな高齢の方ももちろん多いですよ、当然多いんですけど、めちゃめちゃそういう層だけじゃなくて若い層もいっぱい来てるのがさすが深田圭介さんだなと、うん、でもね、やっぱり私たち佐々木さんもそうですけど、10代からサザン桑田佳祐さんのファンじゃないですか、そうですね、ケイちゃんのね、ケイちゃんのファンです、はい、もう何十年も経ちましたけれども、はい、見た目は老けましたが、いやいや、まあ、気持ちはそのまま10代のあれ何やろな、なんか変わらないの気しますもんね、全然向こうから見られてるものは変わってるんだろうけど、ここから見てる視野っていうのは何も変わってない、なんか全然変わってないというか、なんか高校生みたいな感じぐらいのイメージなんですけど、すいませんありがたいことにね、はい、桑田さんのすごいつなげるっていう力がそうさしたんだと思うんですけど、僕たち今日はねツアー T シャツで撮影させてもらってるんですけど、その当日はサザンキングダム特製のサザンキングダムってロゴが入ってるね、うん、T シャツ着ててこう取材インタビューさせていただいたりしてたんです、はい、で、うん、視聴者のねいつも見てますよっていう方はたくさん声かけていただけたんで、はい、もう本当にありがとうございます、本当に嬉しかったんですけども、はい、それ以外でもね、うん、結構多くの方がね、え、それなんですかみたいな、そう、なんかそうですね、なんかサザンキングダムってなんか YouTube されてるんですか、はい、みたいな、お声掛けいただきましたね、サザン桑田さんの YouTube されてるんですか、そうなんです言うて、知らなかったですまた見ます、はい、みたいなね、そうです、優しいですね、ね、言っていただけて、はい、もうそれもね感動、はい、しましたね、はい、まあ、これからまあ僕たちもね、はい、ますます、はい、サザンキングダム、ね、サザン桑田佳祐さんを、ね、中心に応援していくチャンネルで、はい、いろんな企画でね応援していきたいと思ってますので、はい、ひとまずまずはね、はい、19、20日のバンテリンドームネタバレなしの感想会ですね、はい、またネタバレありもねやっていこうと思いますけども、はい、その時はその時まだそれでねまだ告知しますので見てください、はい、はい、ということで今日の動画ねの感想ぜひコメント欄でお願いします、チャンネル登録と高評価、いいねの方もよろしくお願いします、ベルマークポチッとしてもらうと通知もねスッといきますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう、バイバイ、チャンネル登録よろしくお願いします。